バーローズ対ファイターズの20回戦、2回のバーローズ、ダルビッシュから日高がライトへヒット。このあとフォアボール2つで満塁となってバッターは2番の阿部。ここで阿部はフォアボール、押し出しのフォアボールでバーローズが1点を先制します。続くバッターは3番の北川、ダルビッシュの初球を引っ張りました。しかしレフト森本がナイスキャッチ。4回のファイターズ、ワンアウト3塁でバッターは小屋の外の変化球に対応しました。センターへのタイムリーヒット、1対1の同点にファイターズが追いつきます。4回のバファローズ、ツーアウト3塁でバッターは坂口、ダルビッシュのストレートを振り抜きました。ライトへのタイムリーヒット、2対1とバファローズが勝ち越しに成功します。7回のファイターズ、ツーアウト2塁でバッターは代打稲田、加藤大輔からライトオーバー、この当たりがタイムリーツーベース、小屋野がホームに帰ってファイターズが2対2の同点に追いつきます。8回のバファローズ、ツーアウト1塁2塁でバッターは山崎浩二、宮西からレフトへ、打球が伸びて第3号のスリーランホームラン、5対2と山崎のホームランでバファローズが勝ち越しに成功します。さらにツーアウト1塁2塁でバッターは2番の阿部、谷本の変化球を左中間に運びました。この当たりで向井、坂口2人が帰って7点目。そして9回のマウンドは金子が上がります。ファイターズの攻撃を3人で切って取りました。7対2、バファローズがファイターズを下しています。